私の父には2つの顔と名前がある。茶の湯は下克上なんですよ。流祖と寸分たがわないおテーマをしていくと。茶道が大切にしてきたおもてなしの心、非日常の時間を過ごせる、もっともっと日本人が誇るべきじゃないかと思うんですかね。茶道から広がり、茶道に通じる。父は過去を現在につなぎ、新しい時代を生きています。